こんばんは、ということで、初めての芸人ラジオというね、コーナーがありましてですね、芸人ラジオっていうのはちょっと、うちはネタが多かったり、新しく入りづらいなっていうイメージがあるかと思うんですが、これを聞けば、今夜から芸人ラジオが聞けるぞっていうのをお送りしようっていう。おー。実際になれる。そう、そういうことです。はい、最高。なっておりまして、第2回なんですけど、今回は、オードリーのオールナイトニッポンをついに取り上げたいと思います。来ました。オードリーのラジオに入っていけるのか、ついにいけるのかっていうところです。ちょっとね、用語がめちゃくちゃ多いんで時間かかるのでパパっていきたいと思います。はい、わかりました。頑張るぞ。よろしくお願いします。オードリーのオールナイトニッポンっていうのは何なのかっていう、まず、うん、まあ土曜日の深夜1時から3時に日本放送っていうところでね、全国ネットでお送りしているラジオ番組で、まあ2009年から始まりまして、まあ好きなラジオ番組ナンバーワンに選ばれたり、ラジオイベントにもかかわらず武道館即完とか、やば、まあ急遽映画館でライブビューイングも開かれてみたいな、やば、もうだから今最も聞かれている芸人ラジオと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ人気のラジオ番組です。ツイッターでよく見るもん、 ANN ね、確かにツイッターで見ますね。まず第一情報出てきました。リトルトゥースっていうのがリスナーのことです。このオードリーのオールナイトニッポンを聞いてる人のことをリトルトゥースってまず呼びます。なるほどね。はい、まあ芸能界にもそのリトルトゥースがめちゃくちゃいて、はい、佐藤しおりさんだったり、おラジオといえば絶対信頼を置いてる高橋ひかるさん、もちろんよう出てくるな。それこそまあゲストで出たりもしてますね、そのお二方は。クリーピーナッツさんとか、まあ本当にね、もう芸人からもそういう女優さんとかもミュージシャンとかも幅広い人がもう本当にめっちゃ全員聞いてる。本当に芸能界でも全員聞いてる。じゃあオードリーのラジオ聞けばそういう人たちとも話ができるわけ。そう、本当にそう。ああ、そうか。しかも有名だな、密な話ができる。あ、夢が、うん、いいですよね。そうそうそう、あんまみんな知らないでしょみたいなとこで話せる感じになるから。あ、そうはいいね。それがラジオ、ね、うちはラジオのいいところ。入ってください。はい、はい、まあ、そんなリトルトゥースも多数いまして、うん、初めての芸人ラジオなんでちょっとまあオールナイトニッポンっていうのも説明しなかったんで、はいはいはい、そもそもオールナイトニッポンって何なのかっていうと、まあオールナイトニッポン自体はもう月曜日から土曜日までの深夜の日本放送のこの1時から3時の枠、遅いね、が、うん、まあまあゴールデンタイムなんですよ本当にラジオのね。で、まあ古くはまあ昔やったデングルとかね、うん、もやってたし、まあ大杉健二さんとか福山雅治さんとかもやってたし、あすげえです。まあだから深夜ラジオ番組の今のイメージ、まあ深夜ラジオってどんなんだっけっていうのを、うんうん、のイメージを作り上げたのがもうオールナイトニッポンなんですよ。古くからやってますから、だからそこでもう今すごい聞かれてるっていうのはもう本当にすごいこと。あーオードリーが、うん、そこで覇権を取っちゃってるみたいな感じなんで、はい、でオードリーのオールナイトニッポンを聞くにあたってね、はい、まあ、オードリーっていうコンビも知っておくとより楽しく聞けると思うので、そう、ね、まあオードリーとはっていうのをちょっと説明させていただきますと、はいはいはい、まず若林正恭さんと春日俊明さんの、はい、K' ステージ所属のコンビになっておりまして、はい、まあ若林さんがツッコミ担当、春日さんがボケ担当なんですけど、これはまあ漫才においてです、あくまで。おお、ラジオだともうほぼ逆転です。おお、大体若林さんがボケて春日さんがツッコむって感じです。おお、だし春日さんに関しては若林さん曰く一度もボケたことがないって言われてます。春日さんがボケ芸人ランキングで10位を取ったんですね。うん、その時に若林さんがこれを辞退してほしいと、なぜなら春日は一回ボケたことがないからっていう。へー、うん、変なことを言っているだけ、変な言い方をしているだけみたいな。あーなるほどね、ことを言ってましたね。うん、まあそういうこと、まあ昔はねボケとツッコミ逆だったりしたんで、うん、あの結成当初、うん、そうなんだ。あのトークライブで春日がツッコむんだけど、うん、そのツッコミの間違ってるとこ探したら31箇所中29箇所間違ってたからっていう、まあそういうのがあって、まあ今の漫才のねそのズレ漫才のスタイルになったんですけど、そういうとこから生まれたりもします。なるほど。はい。で、若林さんといえば、まあ、結構ね、あの、人見知り芸人みたいなイメージが多分あると思うんですよ。あった。多分出てきた時が若林さん、人見知り芸人として出てきて。あなんですけど、現在は、ガールズバーにめちゃくちゃ行って、人見知り芸人はだいぶ克服してます。なんなら結構社交的になってきてます。そういう使い方あるんだ、ガールズバー。で、それこそまあね、結婚もなさって。うん、今じゃもう MC もバンバンこなして、うん。で、ネタを書いてる方ですね。うん、はい。はい、で、春日俊明さん、うん、そのフリートークは全然面白くないと言われながらも、うん、滑らない話で MVS 最も滑らない話を取るほどの、うん、まあ、ラッキーボーイですね。ラッキーボーイって、まあ、ラッキーですラッキーで取りました。で、まあ、あの筋肉とか、うん、あとまあケチだったりとかそういうイメージはあるんですけど、それはその通りで、うん、で、まあ、大バカ変態野郎っていうね、あの、まあ、フライデーいろいろありましたんで、で、この二人がまあ中学からの同級生で、高校は同じアメフト部に所属してっていう、あ、だからなんですよね。2008年M1で注目を浴びて、今はもう目まぐるしい活動をしていらっしゃる二人で、それで言うとまあこういうねこの辺の番組
まあいっぱい出てるんだけど他にも、まあ、この辺の番組に結構出てて、はいな、そう、まあこれが2人のレギュラーだよね、まあ、そこの他にもあるんだけど、この辺は結構出てきますラジオにも。なるほど。だから見てるとより楽しく聞けるかなっていうのはあります。うん、それこそまあ避難愛とかはね、おまちさんでも取り上げたりしたんで、よかったら見てくださいっていう。で、ね、このオードリーにオールナイトニッポンの枠の前がストーンズっていうジャニーズのね、グループ、なんだけど、それはスクール革命で共演してたりして、で、そのコーチくんっていう子なんだけど、その子の話とかもよく出てきたり、この辺を見てるとより分かりやすいかなっていうのはあります。ね、品質単語ね。そう、品質番組だね。ありました。はい。で、その他珍しい経歴で言うと、この2人の下積みがモノマネショーパブ、そっくり感キサラっていう新宿にあるじゃん。あそこで下積みしてるっていう。ちょっと芸人としてはちょっと珍しいかなっていう。モノマネのショーパブで下積みしたり、まあ椅子壊したり。っていうのがちょっとまあ珍しい経歴であります。で、そんなオードリーのオールナイトニッポンの魅力。はい。なんですけど、まあこの2人は中学からの同級生じゃん。で、なんだけど、もう最近はもう全く会話がないと。でも、だからこそ、この2時間だけは、学生の頃に戻ってめっちゃ2人で話そうみたいな感じになるんだよね。初期のスペシャルウィークっていうね、ゲストを呼んだりしてね、盛り上げようっていうスペシャルウィークっていうのがあるんですけど、スペシャルウィークには、同級生の谷口ってやつを呼んで、谷口のオールナイトニッポンをやらせたり、すごいな。っていう使い方もしたり、っていうぐらいもう、学生時代に戻ろうみたいな感覚があったりして、負の感情とかももう何にも気にせずやっぱさらけ出すし、そういうのがやっぱ自分だけに言ってくれてるから、そういうのをさらけ出されると、テレビで活躍してる人たちのこのちょっと負の感情みたいなのは、なんか自分だけに言ってくれてるなみたいな。なんか10年もやってるんで意見も変わるんですよ。まあ人見知りだったのは人見知りじゃなくなったり、ゴルフやってるやついけつかねえなみたいなのにもうゴルフ始めたり、だからもう結構変わるんですよ。だからなんか俺たち仲間だろみたいな、そのリスナーは人で仲間だろみたいな感じだけじゃない。リスナーもちろん大事にしてるんだけど、もうその時の自分の思いをめっちゃ大事にしてる感じ、もう本当だから全てをさらけ出してる感じと、その男子校のね、その物質のノリっていうのがもうこのオードリーのオールナイトニッポンの魅力です本当に。なるほど。なるほどな。変わっちゃうとかいろんな人間らしさみたいな。そう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 。だからまあ生放送なんだけど、生放送で結構メールその時々来て募集して読んだりするんだけど、そういうのはほとんどないです。まあコーナーのメールはね読むんだけど、まあ音楽も流さなかったり。じゃあもう密な男子の会話って感じ。本当にそう、2人の会話でずっと進んでいく感じ。はい。というわけで、まあそのオードリーのオールナイトニッポンがどういう流れでじゃあ進んでいってるのか毎晩進んでいってるのか。聞きやすいからそう。まず、ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポンって言って、パーパラッパッパッパラパッパッパラってやつね。ビタースイートサンバね。それが流れまして、こんばんはオードリーの若林です。土曜の夜かずみん。よろしくお願いします。一つよしないっていう感じで始まります。土曜の夜かずみんっていうのは、土曜の夜がずっとオールナイトニッポンをユーミンさんがやってたので、そっからのかすみんです。土曜の夜のお供、かすみん。なった感じです。で、始まりまして、で、オープニングトークはそのまま始まるんですけど、普通オープニングトークってほんと10分、20分。そうだね。って感じなんだけど。オープニングだからね。まぁ、45分が平均だと思ってください。ほぼほぼじゃん。ほんとに。ほぼ。なんでもない話。押し問答がただ40分続くみたいな時も全然ある。もうそういうもう圧巻の本当にメインだ。メインこれが結構メインと言ってもいい。本当に最初に出てくるんだ。そう、このめちゃくちゃ長いオープニングトークっていうのが結構オードリーのオールナイトニッポンの魅力であり、特徴であると思います。はい。でまあジングルとか挟んで、若林さんのフリートーク、もうこれめっちゃしてんのにね、トークを。そっからしてるんだけど、若林さんのフリートークと春日さんのフリートークがあって、まあ若林さんのフリートークはまあ本当に何でもないような話をめちゃくちゃ面白く話す天才なんで、もうめちゃくちゃ面白く聞けます。で春日さんのフリートークはあんま面白くない時が結構あります。でも、笠原さんフリートーク苦手って、放送作家の聖堂さんっていうの後で言うんですけど、もう言ってて、特に、初期は本当に面白くなかったと。まあ最近でもなんか結構面白くなってきて、みたいなこと言ってるんですけど、でも、笠原さんってやっぱ生き様が面白い人だから、そうだね。もう行動自体がやっぱもう面白すぎて、たまにめっちゃ特大ホームラン出すみたいな。なるほど。よくしないとこでみたいな。そうそう、自分は普通だと思ってるけど、みたいな。ちょっと変だぞっていうのあるから。一番面白い時あるからな。ラッキーホームランがたまに出るのが面白いところ。で、まあ、この二人のフリートークありまして、で、まあ、時間によっては潰れる時もあるんですけど、まあ、コーナーを挟んで、エンディングトークとハイライトみたいなの流れて、ミッフィーちゃん、
あ、最後にミッフィーちゃんって言うんですけど、それはおやすみミッフィーちゃんっていうのの略です。はい。で、この後また夢で会いましょう。アディオスって言って終わります。はい。っていうのが一連の流れ。で、まずじゃあコーナー。どんなコーナーがあるかって、まあ今やってるコーナーです。この他にもコーナーあったんですけど、まあ多分、長らく変わんないと思います。まず、チンのコーナーっていうのが、これは、どんなにオープニングとか長引こうが絶対やるっていうのも、日霊プレゼンツという、協賛で日霊さんが入ってるんですけど、これ日霊のコーナーなんです。あ、デレクトレンジのね。そうそう、デレクト貯金の、そう。オードリーが聞きたい質問に、リスナーが答えるコーナーっていう、うん、まあシンプルな、うん、でまあ月ごとにテーマが変わります。これはなんでまあテーマ説明してくれるんで多分分かると思います、うん、聞いてればこれは分かりやすいコーナーです。オッケー。まあオードリーって面白いよねって言われたらこう言われたみたいなのとか、うん、春日がボケる世界線でのオープニングトークとはみたいな、ボケたことはないからね、もしボケたらみたいな、そういうのを募集して発表するコーナーで、ここだけは協賛が入ってるので下ネタが厳禁です。おー、もうすごく健全な、そこだけで絶対に下ネタは下ネタダメですっていうコーナーですね。で、まあ春日が選んだ1名に日英の食品をプレゼントするみたいな。おー、でプレゼント内容を読み上げるときにお弁当に食うっていうのに、エコーはかかるっていうのだけを、なんつってんのかなって思って、お弁当にグーって言ってるだけです。あ、まあ昔なんかちょっと、その、エコーで遊ぶみたいな時があって、あ、その名残なんだけど、それをとりあえず、若林さんが毎回言ってます。それがチェンのコーナー。で、チェヒロシのコーナーっていうのがあるんだけど、うん、これは若手構成作家のチェヒロシさんっていうのがいるんですけど、うんうん、が考案したゲームを春日さんにやらせるっていうコーナーになります。まあ、スペシャルウィークとかで、まあ、ゲスト来た時にやりがちなコーナーです。最近は。まあ、これがね、一番好きです、僕は。チェヒロシのコーナーが。っていうのも、まあ、大体ルール説明が、春日さんが前段になり、で始まります。だから基本的に春日が前段で何かに挑戦するっていう企画。なるほど。で、例えば、まあ、前段になり、クイーンのウィーウィーロッキューのリズムで自分のケツを叩く。で、若林さんがキンキンに冷えたペットボトルをどこかでぶち込んでくるので、春日さんはその気配を感じたら、フレディ・マーキュリーよろしく、シンギンと言ってガードをする。ガードができたら優勝みたいな。いラジオのコーナーじゃないよ。そう、結構ラジオの感じ。あの、音声だけでもなんか面白いんじゃない、その感じが。最高だな。その感じがすげえ伝わってくる。想像してね。そう、想像して伝わってくる。っていう、まあ、伝来になって、春日は何かに挑戦するっていうコーナー。ガチヒロシのコーナーです。はい、で、最後、これ。死んでもやめんじゃねえぞっていうのが、もう、ご長寿コーナーですね。結構もう昔からやってるコーナーになって、うん、まあ、通称、死んやめって言われてますけど、これがまあ、説明なく始まるんで、どんなコーナーかなって言われたんですけど、さっきショーパブで下積みしてたって言いましたけど、下積み時代に、あの、ビートたけしさんっていう、ビートたけしさんのね、モノマネをする芸人さんがいらっしゃるんですけど、うん、若林さんが、あの、芸人やめようかなって思った時に、このビートたけしさんが、あんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。ごめん、俺全然似たいんだけど。っていう、そのたけしさんのね、モノマネでね。で、言われて、それで芸人を続けることになったっていうエピソードがあって、だから、その、春日さんがビートたけしさんのモノマネをして、おい、何々何々なこと、死んでもやめんじゃねえぞっていうのを、あの、リスナーに募集するコーナー。ここはめちゃくちゃ下ネタです、大体。なるほど、ね。もう最近は下ネタしかないです、なんなら。っていうコーナーで。まあ、例えば、おい、唐揚げ、カリカリジューシーが、祈祷祈祷塩っぽいに変換できること、死んでもやめんじゃねえぞみたいなね。そういうこと。カリカリですよね。定型文として、そうそうそう。何かを当てはめていくっていう。そう。大喜利ってことが。そう。あの、名作で言うと、おい、中指、立てることで争いを引き起こすが、書き回すことで愛を語ることもできること、死んでもやめんじゃねえぞみたいなことですね。っていうね、あのこれがまあ名作と言われてますね。もうちょっと全然刺さって全然刺さって好きそうなのに行けば、池田下ネタ苦手だからな。あ、下ネタ苦手、チンコ出してたやつだね。そうなんだ。そういう下ネタ全開のコーナーです。下ネタ厳禁、全裸のコーナー、下ネタっていう感じのコーナーになってます。まあチン以外はなくなることもありますっていう感じです。